異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。さて、追っ始めるか。木に釣られて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁にし深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよう。使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て、そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにもいぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が申されようとしていた。
つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何が？どうしてあんたがそれを知ってんだ？神の力が宇宙に降りる。その念の力場を祭りという。そして祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるもの。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の鷹なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるで過の時をなぞるがごとく、諸君が押されようとしている。あれがまた怒るってのか。あれがもう一度。残念だが、この祭りの筋書きを変える法は人の手にはない。宇津代とは水面に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわぬ。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし彼の地より遠く地上に差したる影に住む。要するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証。すでに我らは因果の流れの中だ。影だの因果だの知ったことか。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがく者ってのはよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスカもきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして舞い上がれ。
つだけ忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ、やっぱいいや。気のせいかな、あのおじちゃんなんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教徒どもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。かつあれ、邪教徒狩りか。それにあいつら見覚えあんな。